What's up guys? This is So-chan. 皆さん調子どうですか？今日はですね、Day in the Life 全米に魚を卸しているビッグカンパニーオーシャンプレビデンサーにお邪魔しておりますね。中でもラスベガスの会社にお邪魔して今日一日を密着していこうと思います。早速行きましょう。まあ、魚屋ですから朝が早いんですよね。だからまあ大体一番早い人で4時ぐらいに来て、オーダーが全部セルラに入ってくるんですよ。でそのオーダーをこれから打ち込むと、コンピューターの中に打ち込んでいくという作業ですね。まあ、豊洲と福岡から荷物が届くんですよ。それを一応日本物を売っているお客さんを持っているセールスマンに渡して根付けをずっとしていくんですね。セールスマンも5時までには来て、とにかくお客さんのオーダーをまとめて朝入れて、それを6時ぐらいからみんなで準備するっていう感じですね。まあ、そんなに大きな会社ではないんで、もうセールスマンもドライバーも全員入って朝の準備してますね。うちの会社はですね、ニューヨークとミネソタとシカゴとコロンバスで、ここですね、5箇所ありますね。まあ、顧客数がだいたい400件前後ですか。で全米でやっぱ2000件ぐらいのお店には卸してると思います。これ毎朝4時から4時半にトラックが来ますね。日本鮮魚を入れていきたいということで、福岡とそれから豊洲にまあ拠点を持って仕入れはしてますね。この赤い箱が豊洲から来た便ですね。でこっちの下の方の黒いテープのやつが福岡の、まあ、これが豊洲から来た、まあ、朝閉めた市場で閉めたマダイですね。これは状態よく入ってますね。ちゃんと冷えてますし、宮城台は取ってますね。おほね、金目鯛、目がね、名前の通り金の目の鯛ですね。これは稲サバっていうやつね。これもブランドのサバを。これはね、チカメ金時。インパクトあるでしょ。日本の北海道から来てるウニですね。おっと、これは今日本でも非常に評価が高い赤花っていうやつなんですけど、大きいんですよ。のどくろって言うんですが、この紅瞳はこれがまたほら見てください、この太り型、これこそ白身の王様。どうしても日数がかかってしまうんで、ここラスベガスに来るまでです。彼が一応ハサップの担当者で、まあ、うちの会社でハサッププランっていうものを作ってるんですけども、まあ、それに準じて品物をいつもチェックしてますね。まあ、特に温度が一番大事なんで、まあ、温度チェックと、まあ、クオリティの管理をチェックをしてますね。アメリカに来てる魚っていうのは結構いろんなところから来てるんですよね。例えばサーモンだったらカナダから入ってくるとか、マグロだったらスペインとかメキシコとか世界各地から集まってきますね。でそれをまあ仕入れて、まあ、販売してますけども、そうですね、アメリカの水産業自体はやっぱりだいぶ進歩してると思うんですよね。当初は、まあ、アメリカの漁師って取った魚をもうそのままボートの上に放り投げてくる、でアイスも積んでいかないっていう、そういう漁業自体がそんな感じだったんで、いろんな努力して長いスパンですけども、漁師さんにこのトーツを渡して、でアイスを渡して、その魚を取ったら切ってそこに入れてくれみたいな頼んでですね、で浜根っていうんですか、ボートプライスが2ドルぐらいだったんですけども、やっぱり50銭多く出すからやってくれみたいな感じで、そうやってどん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 寿司で使える、刺身で使える魚が増えてきたって感じですよね。まあ、それは私っていうよりも私の先輩とかいろんなこの業界全体でそうやって努力して発展してきたんじゃないかなと思います。そうですね、魚を切ったりするんでどうしても時間かかりますから、これまあ日本から2年前ですかね、導入した機械で
あの水圧であの鱗を取る機械ですね。養殖されている本マグロですね、だから大西洋と違って太平洋の本マグロになります。重さは今日は4パウンドで言いますと450パウンドぐらいですね。まあ、本マグロがやっぱりですね、一つのメイン商材で、なんていうんですかね、養殖がやっぱりですね、養殖技術が進んだんで、それでやっぱりこの本マグロの安定供給ができるようになりましたね。それからやっぱりスペインとかメキシコが参入してきて、まあ一番最初の頃はちょっとクオリティも今一つだったんですけどね、それがやっぱりどん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 改良されて、餌も改良されたのか、非常に技術的にも良くなってきてますね。メキシコの本マグロなんかは本当にクオリティが良くなってますね。 My name is Hector and I'm a supervisor here and I'm doing this for 30 years.So I working here for 15 years. Yeah, I like work here. I like my job here. I like how to. I like what I'm doing. Cutting fish. We cut this tuna once a week. Yeah, 4-6 pieces. So every week. Yeah, and I cut this tuna by myself. That helps like a workout.冷凍されてない、そうですね、はい、15年ぐらい前までもっと油があったんですけども、やっぱり色変わりが早いっていうことで、まあ、おそらく日本にもメキシコのマグロが行ってるんで、日本市場に向けて、まあ、こんな感じで色持ちのいい感じに今なってるんじゃないかなと思ってます。技術的にも締め方の技術なんかは、まあ私個人的な意見なんですけど、日本よりもいいんじゃないかなと思ってますね。これがですね、ここでまあオーダーを現場でこの重さを測って、このシステムに直結されてるんで、それで重さを入れていくんですね。でそれはそのままインボイスになりますんで、まあ、以前はね全部手書きでこうやってウェイトを測ったりしてたんですけど、さすがにそれは時間がかかるんで、まあ、9時とか9時半ぐらいまでその準備して、それから荷物をチェックして、2つに出るのが、まあ、9時半から10時になりますかね。日によってこれは違いますけども。Yeah, my name is Brian. I'm 21. I've been working here for a month. Oh, it's pretty cool. It's pretty nice. I like it. It's a different experience. You meet a lot of people, a lot of products that you never know in your life, you know? You learn so much in here. There's a lot of stuff that you can learn in here.Hello. Hello, Brian. Yeah. Yeah. How you doing with the raft? Good, good. Everything's fine. If something complicated, let me know, okay? We can send somebody else to help you. All right. All right. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.
まあ、ゲンさんが本当にベガスに来たぐらいから魚をですねどんどん使ってくれるようになって、まあ、福岡もの、それからまあ今は豊洲ですけども築地もの、そういうものがうちも本当に扱えるようになったんで、それが発端ですよね。現在5社の魚屋さんを経由した、その中でもオーシャンプロビデンスさんは開業当時よりお付き合いさせていただいて、取引させていただいている魚屋さんの一軒です。関係者の方々に厳選していただいたいい魚を、鮮度のいいものをいい状態で搬入していただいております。配達が終わるのが、まあ、5台ぐらい毎日出ますけど、帰りがまあ3時か4時ぐらいですかね。It's a pretty nice company. They always sell the good stuff. You can trust the people. They are really nice people. And they try the best to sell you this. The best always. Yeah, this Ocean Providence take care of people all the time. So with this pandemic, just keep employees working here. So I like this company, how to take care of people. まあ魚を通して、まあ、いろんなお客様と人間関係ができていくっていうか、まあ、魚を売るだけじゃなくて、まあ、なんていうんですか、和を作っていくことができるような、そういう会社だと思います。まあ、これからも頑張ってきますので、よろしくお願いします。まあ、ホールセールっていうのは本当に中間業者なんですけども、とにかく私たちにできること、もう絶対に安心できるもの、安全なものを提供することが、まあ、使命かなと思ってます。はい、ブロシアス。Thanks for watching. If you enjoyed the video, please like and subscribe. See you next time.